で、まあ、このまま河原町から今日は大阪に向かっていきましょう。ただね、今日はですね、もうね、どんどん動画も上げております。週末フリーパスね、近鉄週末フリーパス、実はこれを買ってあるんですよね。実は買ったはいいんですけどね、買った後にですね、急遽仕事になって、本当は朝から行こうと、ね、あれだったんですけど、まあそれはもういいかなと、ちょっと午前中は、仕事の方があるということだったんですけど、実は、昼からも仕事が入ってしまったんで、もう大丈夫かなと思ったんですけど、まあなんとか、なりましたんで、そう。昼前だけやと思ったところで、これ前売りでないと買えないんですね、こいつ。買ったは良かったんですけどね、本当に乗れるかどうかちょっと微妙だったんで、あ、よかった、無事終わったんでね、よし、じゃあこれやったらいけるなということで、今からどこに行こうかというとですね、前にも行ったところなんですよね。まあこの前全部ね一通り行きましたけど、ここですね、河内長野に行こうというわけです。まあこれで大体何がしたいのか分かりますかね。こうしてこれやっぱ裏返ってくる仕様なんですね。じゃあこれを映しますよ。今回の旅は何がしたいのかね。もうね、河内長野、これね、2020年の1月ですよ。ね、お前この前向いた河内長野に何で行くんやって言ったらね、まあもう大体皆さんピンとくるところも多いかもしれませんが、やはりこれですね、この行き先案内板ですよね。この案内表示が、そうですね、河内長野駅でね、今度変わりますよと。今ね、ちらりとね、この前の動画でも触れたんですけど、すごく特徴なね、反転フラップとも違う、パタパタとも違うですね、独特なやつ使ってたんですけどね、まあまあでもなかったですね。16時25分だったんですね。もう一度行きますね。では特急券ね、今の時に買っておきましょうか。買いました。今回鶴橋までとりあえず行きます。山手矢切で乗れるって手もあるんですけどね、今回は鶴橋まで行って、鶴橋から、手の字で上を阿部の橋から乗っていこうかなと思っております。一息で着きましたね。あっという間に着きました。近鉄四日市駅でございますけど、まあ河原町駅からのと足で悪いやないかというね、いい駅もありますけど、何のことはありません。これね、これね、これに乗ってきましたよね、今と。そうするとですね、もうね、ここで、接続が行われるわけですよね。急行とね、急行と特急と両方とね、ここで接続すると。いうことなんでね、結局そんなにね、特急で遠方に行くときにアクセスとしては実は、悪くないんですよね。この後すぐに、マスカ行き急行と賢島行き特急が来ます。案内も出てますね。賢島行き特急で中川まで行きましょうかね。お、今日は初でなしみたいですね。こういうフェンスやつですね。どんどん新しくなってますね、特急の方が。で、中川行くとちょうど目の前。さあ、もうだんだん見られてきましたね、鶴橋の駅で。まあここから、乗り換えて、外回り、アグナハルコスの方もね、向かっていくと大阪ですね。でね、今回はね、もう鶴橋からまあベタですけど天王寺まで行って、天王寺から阿倍野橋、阿倍野橋から、河内長野行きのね、準急運転も乗って移動しようじゃないかというわけですね。いいですね、130円、安いですね。おお、今回
場合はね、ここ、鶴橋から阿倍野橋までを環状線で行きますと、まあ、天王寺行きで、多分一番安いのは、もう容器の表示案内がないんやな。このね、鶴橋からじゃなくて、矢切乗り換えて高島原神宮から、古市、川手なんか乗っていた方が普通は安いと思います。ですけど、まあ、今回は週末フリーパスを使ってますから、ここの、ね、金鶴線は、ねどんだけ、ねその高い、コストの、ね、コスパの悪い乗り方しても、問題がなく、むしろ、その方がね、まあまあ、JR の料金はかかりますけど、まあ、120円で、ね相当時間短縮できますから、これは私ありだと思うんですよ。はい、ということで、ね、珍しい校舎ホームに来ましたね。このまま快走になるらしくて、いろんな列車、特急列車の案内とかもいっぱい出ています。天王寺駅はやはり、梅田とかね、いろんなところ有名ですけど、ここも JR の南の玄関口、ターミナルといって問題はないんじゃないでしょうか。さあ、いや誰も異論はないですよね。さあ、来た。ああ、取れた取れた。いやちょっと調子悪いんですよね、これ。わ、すごいな。さ、人いますね。まあ土曜日の夜6時7時か、あまあ一番この時間の時間なんでしょうけど、私の声聞こえるのかな、これ今回のね、今回これから河内長野に行くわけやけど、これ何が大変って、宿なんですよね。ぐらいあっちな宿がないし、寝カフェないんですよね。富田林やったら俺あるかなと思ってたんですけど、探したらなくてね、カラオケ屋さんはあるんですけどね、富田林の方に行くと、ないわけじゃないんですよ。宿もね、一応ないわけではないんですけど、ちょっとね、チェックインが10時までだったりとかですね、で門限が10時までとかっていう設定があったりとかっていうので、そうするとね、ちょっとね、私この後、何せ11時過ぎのね、河内長野駅を取らないといけません。そうするとこれってもうチェックインも間に合わないということなんでね、結構ね、積んでるんですよね。いや本当はね、ですので古市行きに変わる、ところとかもね取りたかったんですけど、これはねもう完全に無理です。ちょっとね、野宿するにはちょっと いくらね暖冬のね大阪いうてもね、この格好で野宿したらね、死にはせんけど風は引くな、こう感じが違うよというのはね、これは有名な話ですけど、前の動画でもチラリとは言いましたよね。ここからね撮るとね、本当にターミナルって感じですからね、ちょっと一回ターミナル感は紹介しておきましょうと言いながらね、何してるかというとね、私今切符を頑張って探してるんですけど、そういえば今日閉まったのが充電器忘れたんですよね。まあまあ持つとは思いますけどね。よいしょ。いや、これレジカー、これ足チェーンをや、ね、よし、まあ、当たり前ですけど、そうですよ、近鉄名物、これがホームドアなんですよね、近鉄。まあ、これまだ奈良線とか難波線の方では入ってませんけど、ね、サポタライナーになってるんですね、細かいところが。そう、あっちはちょっと車体幅も違うんで、こっちだったら、20メートル車体、この一つの車両の長さは、統一されているので、この、ホームドアの形ね、大阪駅でもついてましたけど、こんなにね、こんなにゆっくり入ってきますから、ね、これなら安全なわけです。近づいとるか分かんないや。さてと、時刻はこれ午後8時20時ってことでね、今ねこれ富田林にとりあえず一回着きました。まだねフリップ見るんじゃないな、
もうちょっと後寝てでもいいんですよね。でなんでこんなところで降りたかというと、この後のことを考えてなんですけど、私ね今回宿が決まってないんですよね。さあ富田林やってきました。さあ要はね宿を探したわけですよ。でここのやつでわかるかな、阿部の場所行きね、こんな感じでわーっとあるわけですけど、まあこれ、あそか、富田林はね、いろいろと混じってるんで、ちょっとわかりにくいですけど、要は反転フラップ、フラップじゃない、方向幕がね、丸のところを取れてる。楽しいですね、これ、河内長野の駅だと、この間にある普通列車とかがないんですよね。で、この、22時59分のところか。こいつのところは変わらない。あ、ただ、土日はね、また変わってね、こっちなんですよね。このね、22時59分、この後しか変わらないんですよね。そう。この時にしか変わらない。他の時はね、ずっと行き先方向までずっとしてたんですよね。今度はここを取りたい。ここは取れるんですけどね、そうすると今度は阿部の橋行きの普通列車の方向まで。で、ほんで、ここで行くとはね、この古市行きに変わる。ところもね、取りたいところなんですけど、そうするとこれ23時59分まで持たないといけないんですよね。平日はこれ22時59分に、古い時期があるんで、これするとね、後ろにね、三角マークとか書いてありますね。つまり連絡があるんです。ただしですね、こっちのもう23時59分だと連絡がないんですよね。ですから本当に野宿になってしまうと。で、河内長野駅には、残念ながらちょっとね、うまくと思ってない。これ面白いですね。金剛バスっていうんですね。この辺りは金剛バスなんですね。ってことでね。で、前回、河内長野駅を降りていろいろと見ました。動画ではね、だいぶ割愛してますけどね。結構実は降りてね、ブラブラ歩いてたんですよ。で、ある人から分かってることもあるんです。宿はない。満喫とかもね、ないんですよね、原則。だもんでね、その隣の大きい町、といえばやはり富田林だろうと。富田林になんかないかなと。ちょっとね、部屋、宿になりそうなところがあるんだったらそこを押さえといてですね。そうすれば、富田林まででした古市行きのその最終列車。乗ってきればいいので、その最後のやつまで移せるということなんですね。そのためにもちょっと、この辺りで探してみようじゃないかというわけなんですね。そう、富田林。当たり前に富田林はあれですよね。PL で有名ですよね、教団の。実際どんなものなのか、私も降りたことないですけど、こんな感じだと、あまり宿は期待できなさそうですよね。まあ、一応カラオケ屋さんはあるな。カラオケライブ聞いたことないな。チェーン店だったんで、じゃないのかな。それちょっと私の連絡網に引っかかってこれなかったかもしれません。ああ、ここだったら5時ぐらいまで潰せそうなのかな。24時間営業ではないかもしれませんけど。うん。まあ、週末はね、2時まで営業とかじゃなくて、まあ5時ぐらいまでは営業すると思いますから。まあ、ただ1名様企業が NG っていう可能性もありますからね。これはちょっと何ともわかんないです。で、とりあえず、富田林の西口でしたっけ？あそこら辺までちょっと探してみましょうか。あ、ここで入れ違いができるようになってるんですね。あ、この宮さんがある。この宮さんって24時間やっとるのかな、ここ。この宮さんは営業時間は夜の10時までか。これではダメだ。で、ダメそうならね、こっからまたね、2つ選択肢があるんですよね。一つはね、まあ、無難な方です。大阪の阿部の橋、谷の内方面に出るわけですね。そうするとね、まあ、何せあれだけの街ですから、いろんなネットカフェとかもあります。カラオケ屋さんとかもね、いっぱいありますから、まあ、そこで一晩取ろうと。ちょっとビジネスホテルはね、試しに取れるかなと思いましたけど、ちょっとね、もういっぱいだったんですよね、結構。で、値段も高かったね。よし、ちょっと。ネットカフェに座りでいこうと思いますけど、いかがで多分競争率が激しい。泊まりたいとしても5万ということでしょう。それを勝ち取れるかどうかというと、怪しいわけです。特に夜遅くなってくるとね。で、もう一つ、穴場といったらあれなんですけど、奈良県の高田市ですね。そう。高田市にも快活クラブあるんですよね。前回調べとった時ですね、結局あの時は橿原神宮まで出ました。あの後京都とかの方にも行かないといけないっていうのでね。まあ、今回はそうじゃなくて、実はもう一回、戻るんでね。ここ面白いな。伏線の片方はもう塞がってるんですね。ここは常磐かな、常磐かな。
四日市だったら常盤ですけどね、常磐かもしれません。列車がやってきますね。そう、そのあたりどうしようかなっていうのはね、すごく悩みどころなんですよ。頭の痛いところなんですけどね。それで高田市にもあるんです。でそこやはりやで安いんですよね、高田市の方に行くと。だからそっちの方で取れればいいんですけど、だからここは怖いのは、ここで取れないと本当に何もないんですよ。高田市のちょっと郊外にありますもんで、そう、まあ、ある程度歩かないといけません。20分ぐらいは歩かないといけないのかなと。どうしたものかなというところ。ちょっと高田市で攻めようかなと思ってますけどね。でただそこだとやっぱりどうしてもね、時間としてあの古い地域の方向幕は取れない。まあこれはもうね、まあ、別にね、あのうちのチャンネルで、まあ普通ならね、普通の YouTuber ならね、心ぞばかりにですよね、やるところなんでしょうけど、ただうちはね、あくまでもね意識低い系ですからね、そんなね普通の YouTuber なら取りに行くところね、取りに行きませんよ。楽したがりますからね。楽したがるというか、まあ、どっちにしろね、ちょっと難しいですからね。なんかうまいことあればいいんですけどね。ただもう、快活クラブがないのは分かってます。でも、快活クラブじゃないとね、こういう時何が辛いかというと、まあ、あれですよね。どっちか言ったら、こっちから、まだまっすぐ行った方がいいかな。快活クラブじゃないと、途中退出ができないんで、この辺りもし開発クラブがあればもう先に押さえとくんですよ。まあ、ちょっとお値段を張ります。ちょっとね、3000円、4000円ぐらいのね、プランになってきてしまいますけど、そうすればね、途中退出っていうことでね、出てって、で、その、方向が変わるのを取って、で、また戻ってきて、確実にね、仮眠取ることができるという方法あるんですけど、残念ながらね、それができないんですよね。さあどうしたものか。こんなピクニックの自販機なんてあるんですね。ね、安いの90円か、安いな。あ、もうなんか牛乳のところなんや。へえ。せっかくや、牛乳飲みましょうかね。ちょっと牛乳飲みたい。あのね、口の中怪我してるときって牛乳飲みたくなりませんか？せっかくか、森永牛乳いただきましょう。しまった、マミーもあったんか。いや、牛乳です。次来たときはマミーにしましょうかね。富田林販売店さん、森永牛乳ね。こうやってホモ牛乳ってないかな？あのね、森永牛乳フルとかで、あ、ある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 。これなんですよ。森永はね、ホモ牛乳っていうのを売りにしてて、このホモ牛乳のマスコットキャラクターが、あの、牛乳プリンとね、ホモちゃんだったんですよ。だから、ホモってなんですね。あれね、名古屋にもあるんですけどね。そう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 。いや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 。大麦ケツというもんが取れました。あれね、意外と、あんなとこにあったんや。よかったよかった。牛乳買った。あれですね。あ、ローソンもありますね。でも、ローソンですね。仮眠でね、むさぶるというのもね。あ、これ、富田林西口駅。これ、暗いけど分かりますかね。なんかすごい、なんかえらい高い塔が。あ、これもしかして、夜ちょっと暗くて分かりにくいですけど。これがあれなのかな、 PL 教団のあれかな、建物なんですかね。あ、そこは高さが高いから、ちゃんとあの四日市のコンビナートのあれと同じで航空識別できるね、高さの表示灯があるんですね。この辺り意外と金剛って使うんですね。あれ金剛山ってこっちの方でしたっけ。あれ、私はあれ和歌山の方だと思ってましたけど、かなりちょっと私の記憶違いなんですかね。いざとなったらあれか、ここでぶっ、ね、と、寒さに震えてぶっ倒れて運んでもらいましょうか。ダメですね。それはダメですけど。さてね、ちょっとね、川西駅っていうんですね、ここ。
駅名表がすごく取りにくいな。駅入るところもね、実はね、いろいろとわたふたしとってね、私間違えて1個か通してしまったもんで、フリーパスがね、パッと出てこないと、あーっと思ってね、ピッて乗ったんですけどね、あげくくの果てに電車には間に合わずという、残念な、ことになっておるわけなんですが、まあ、とりあえずでも、この時間だったらね、大丈夫なんです。こっち側は、どの上州でも人のところなんですね。近鉄は下になりますからね、停止位置が。あれ、JR って上にありますよね、そういえば。さあ、ということで、河内長野駅に来ましたよ。で、そのね、これですね。この前はもうチラリとって、そのままずっと上に上がってきましたが、これがその、普段の噂の行き先正直。確かにあれ見かけない形になるんですよね。かなりもうボロボロになるのも分かります。気象なんかもだいぶあれになってますけど。これが実は本当に珍しいやつで、あ、ここにこんなん組んであるわ。ね、そうやって。そう、もうすぐ引退になるんですよ。ということは、1月30日ってね、来たって正直がなくなったら、こんな特集が組まれるぐらい。こんな特集組んだんですね。すごいな。1976年生まれですね。誕生してから見てる顔じゃなくて、そうなんです。こんなにしっかりしてるんですね。思ったよりしっかり少し組んでますね。この前来た時なかったですよね。1月、12月30日でしたけどね。そう、あの後発表がありましたからね。そう、あの時に知っとればね、もっとね、ちゃんとね、もうあの日のうちに取材しといたんですけどね。ずーっとこの表示なんでね、これから変わることがない。ということで、あんまり動かすこともないんで、この、比較的、あんまり行き先表示機としては、使い方が、まあ、あんまり良くなかったんでしょうね。ですので、他のところでは引退しているところが多いんですけど、ここでは、もうずーっとこの安倍の場所機をね、表示して、こんな感じですよ、朝から。でも急行ってあるんだ。あ、平日は急行があるか。まあでも平日はもう取れませんからね、私どうしても仕事柄、今はね、昔の仕事だったら取れましたけどね。こんな感じで。ちなみに古い時期を取りたいんやったらやっぱし平日来た方がいいんですけどね。まあこれ22時48分にも、34分の電車が出てた後に変わりますから、こっちは22時48分はそのままアベノバスに乗っているので、23時まで待たないときはね、22時まで乗りないといけないと、何の使命感か分かりませんけどね。とりあえずあのフリーパス買ったのに、せっかくフリーパス買ったのにこれ通さなあかんって言うんで、ボケかましましたけど、残高があったんでよかったです。もうこれも含めると閉まってますよね。あんまブラブラせんと、もうマグロパークでいい加減マグロ買えよかったな。こんだけマグロをしとるのにね、前回マグロの商品を一切買ってなかったせんでしたからね。なんかとんかつにうな、アナゴ買ってましたからね。で、まあこの辺りも閉まっとるし、もうね、閉まってる店がほとんど。これはなかなか迂闊でしたね。発売開始1月23日だったんですね。生きてきちゃいましたけど、それじゃ売ってないですね。まあまあ実物から見るのが大事ですからね。ちなみになんかここで記念切符の販売をここでやったりするんですかね。それは発売開始前ですからね。人もいるわけもないわけですけど、わかりません。ここはなんか確か昼間に来たら雇ったっけな。22時48分までなんかしないといけないんですよね。茶番始めときましょうか。あの三日市町に行かないといけないですよね、この後。別に何の心配かないですよ。行って帰ってくるぐらいの時間あるでしょ、今から1時間今日あるんですから。せっかくだから今のうちに行っときましょうか。で、いくか使えますよね。ちょうどマップがありますけどね、ここね、意外と駅が近くに旅館
あるのはあるんですよ。もう本当に温泉宿ですんで、この時間とかのチェックインとかできますし、もうね、予約いっぱいでした。あとここね、これは何や、河内長野荘。あ、これか、マイクロバスがここから出るっていうあれらしいですけど、ここはね、ちょっと週末ちょっとお一人様もどうも、取れなかった、そういう用の部屋がもうなかったみたいで、混んでるみたいなんですけど、しまったな。160円だ、というか、どっち方面、高野山方面に乗りゃいいんやな。よしよしよし、そのためも強となんやな、それはそれでも強いけど。南海電車ってほんまに久しぶりやな。おお、来た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 。これ安いのはありがたいですけど、でも意外だったのが土曜日の夜でね、もう引退するってあれだったんですけど、行き先表示幕取りに来る人もうちょっとおるかなと思ったら意外といないですね。こんなでやはり動く時間を狙って、来る人が多いかもしれませんけど、どうなんでしょうか。普通ならね、電車が来たわけですから乗るわけですけど、まあなんせよいしょ、あったけ、まあ、なんせね、私は方向幕が曲がるところまで、ね、見届けないといけません。とりあえず動くとこ取るだけでもちょっとご乗車をいただきたいところで、いうことで、誰かいるでしょう。さすがに YouTube でね、鉄道系の YouTuber さんで、ちゃんと全部ね、方向幕で行き先を取る人、まあ今も時点でも上がってますしね、河内長野行きのこのここからでも見れますよ。もう見納めですからね。さて、電車が来ましたね。これが22時48分発の阿部の橋行きの準急。平日ならね、これが、やっぱ届かといいますね、平日ならこれがね、阿部の、あ、古市行きの普通列車になって、土曜日なんで、この列車が出た後に戻るということで、この列車からやはり、やはりこの時間、狙いますよね、皆さん。20分前に来た時にはあんまり注目されてないのかなって心配でしたけど、もうバッテリーも交換してバッチリです。あと3分ぐらいかな。あ、もう変わるな。48分やもんな。いや、もう出るはずなんですよね。ということでね、まあ、無事撮影もできましたと。あとはまあ見返ってみたいとかいろいろと他の企画をやれるわけですけど、まあでもやっぱりですね、5人ぐらいですね、いましたね。撮影されている方が私の他に2名ほどいまして、やはりこの方向幕がね、変わるところ、ここがね、やっぱ狙い目やったということでね、バーッと構え出したんで、あ、よかったよかった、他にも撮ったわということでね、普通の方はだいぶ焦ってますね。ってことでね、普通の阿部の橋行きになっていくわけですけど、まあ、考えてみたらこれはこれで、まあ、なかなか取りにくいのは取りにくいんですよね。やっぱりね、皆さんで話しとったのはね、急行の方向幕取りたかったなーっていうのはね、
言ってましたけど、これやっぱり地元の方でもね、やはり平日仕事とかで学校ですから取りにくいということでね、逆に考えてみたらこれ河内中野駅でだけど、ここに阿部の橋行きの普通列車がこうやって入ってるのも、まあ、珍しいと珍しい光景ですよね。まあ、列車に乗ってきますけど、まあ、ということで、ね、まあ、とりあえずね、もう話も、少し盛り上がって、やっぱり地元の方が多かったですけどね、遠方からね、ちょっとまだ来る方はいませんでしたけど、まあ、良かったじゃないかな。まあ、まだあと10日ぐらい、ね、残ってますからね、また来られる方、これだけちょっと急ぎでね、ここの部分だけね、アップロードしますんで、何か参考にしていただければ幸いですということで、では、とりあえず宿に向かいます。